るか？何？先に家帰ってて。やだ、もう少し。お母さん心配するよ。明日学校でしょ。お姉ちゃんだって学校じゃん。いいから帰るの。わかった。いい、もう子供じゃないし。ゆいとは後片付け。いいよお兄ちゃん、私一人で帰れるから。お姉ちゃんと違って子供じゃないもん。チクシク、いじめられた。じゃあお兄ちゃん、また今度遊んでね。できればデート。帰れ帰れ。べー。なに？なんでもない。変なお姉ちゃん。多分平気。もう子供じゃないもん。とうとう終わりだね。明日からまた学校か。嫌だな。でも嫌だ。ギリギリ間に合わせたけど、もっと書きたい。また明日から合宿が始まればいいのに。なんだ、まだいたのか。先行ってるぞ。ハンカチ。言うなよ。今終わりました。ご主人様。スー、忘れないです。スー、忘れないです。終わっちゃいましたね。
明日からまた学校か。嫌だな。でも勉強つまんないもん。いや、時間元に戻ってくれないかな。いや、人間に不可能はない。時間よ、止まれ。
よけろ。ご主人様の頭が変になったら、すう、悲しいです。お昼、召し上がりますか？ご飯です。私はミキ先輩みたいに巨乳になったかな。お腹いっぱいになったら絵を描く気なくなっちゃったね。じゃあ2-on-2やろう。私スパイク得意。やりましょう。今日はやらない。夕日に向かって走ってやる。にゃー、寝る。あ、私も寝る。私もゆいとお布団敷いてあげよっか。はい、おやすみなさいませ。そうだ先輩、プール入りましょう。ダメだ、プールはこの間爆破されたろ。プール、お盆過ぎてるからクラゲ浮いてるよね、きっと。時間です。ゆうたくん、怖いよ。ここにいた。ロボットがいないよ。壊れたのかな。お茶、ご主人様に。
you